ちは。今回はシティハウス小金井公園の周辺の学校環境をご紹介します。シティハウス小金井公園から歩いて3分、すぐ斜め前にあるのが通学校の花小金井南中学校です。こちらには地域開放型の体育館が新しく建設され、広いグラウンドでは部活動も活発に行われています。中学校のホームページでは授業風景や給食などが毎日アップされているので、皆さんもぜひ見てみてください。シティハウス小金井公園目の前には昨年保育園が新設されました。また小平市では毎年保育園が新設されております。こちらが通学校の第8小学校です。シティハウス小金井公園は多くのファミリーの方にご契約いただいておりまして、同年代のお子様がたくさんいらっしゃいます。同じマンションから一緒に登下校ができて楽しいですよね。周辺では珍しく、小学6年生では職場体験の実習もあるようです。こちらは中央大学附属中学高校です。シティハウス小金井公園の周辺には有名な国立私立の学校が多くございます。お子様の通学のために引っ越しされてくる方も多いですね。ちなみにあの秋元康さんの出身校だそうです。こちらは法政大学小金井キャンパスです。こちらのキャンパスでは最先端科学技術を勉強しているそうです。こちらは東京学芸大学です。1964年に東横線のあの学芸大学駅から移転して、こちらには幼稚園から小・中・大学までございます。特に小学校は毎年人気で、多くの方が受験しているそうです。緑豊かな広大なキャンパスはゆっくりと勉強に励むことができる環境です。皆様いかがだったでしょうか。このようにシティハウス小金井公園周辺には多くの学校、保育施設がございますので、お子様の成長が楽しみですよね。 YouTube をご覧いただきありがとうございました。詳しくはスミル